皆さんはヤングケアラーという言葉をご存知でしょうか。今日はこのヤングケアラーと子ども食堂の関わりについてお伝えします。今月10日、県の福祉保健部と社会福祉協議会が主催して連絡会が開かれました。参加したのは大分市と由布市のボランティア団体や子ども食堂の関係者です。まずヤングケアラーという言葉、最近ですねよく聞かれるようになったかと思うんですけれども、ヤングケアラー、厚生労働省は本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとしています。つまり幼い兄弟の世話をしている、障害や病気のある家族に代わって料理や洗濯など家事をしている、アルコールや薬物などの問題を抱える家族に対応している、そういった18歳未満の子どもたちです。このヤングケアラーに関して県は去年アンケート調査を行いました。対象は県内の小学5年生から高校3年生のおよそ8万人。こうした実態調査は初めてです。その結果、家族の世話をしていてやりたいことができないことがあるという子どもが2315人、未回答を含めるとこのうちおよそ1000人が支援を必要としていると推計しました。また調査対象となった子どもの 70% がヤングケアラーという言葉や存在を知りませんでした。ヤングケアラー、家庭内のデリケートな問題であることから表面化しづらいとかですね、子ども自身も自覚がない場合が多いというようなことで、適切な支援に結びついていないことが課題ではないかということがございます。市以上は関わっていって、でいい子どもたちね、今からの子どもたちをやはりどうやって私たち社会が作っていくかと。地域でアンテナを立てて子どもを救えるように少しでもお手伝いできたら、子ども食堂も通して地域の力でやっていけたらいいなと思います、うん。連絡会に参加した宋典子さんは大分市内で6年前から子ども食堂を運営しています。毎月第2土曜日に自宅を開放し、子どもたちだけではなく高齢者までさまざまな年代の人たちが交流をする場を提供しています。コロナ禍で外出が難しい今だからこそ、地域が一つにつながる場が大切だと考えています。ヤングケアラーの問題について力をこれから入れていくっていう話は聞いてとても嬉しいなと思って、私の方でも人数は多くなかったんですけど、思い当たる方がいたんですけれどもね、その子はお友達と一緒に楽しく2年ぐらい来てましたけど、ぷつり来なくなったのでお電話したら、やっぱりお母さんが具合が悪い、お兄さんたちとかお姉さんはそれぞれに働いてて、自分が家庭のやっぱり労働の担い手になってるんで。ただし宋さんは子ども食堂の活動に取り組む中で、世間のイメージと実態の間にはギャップがあると感じています。食堂っていうもののイメージを与えたのはやっぱり貧困から始まったんだと思います。ヤングケアラーの問題を強く言ったりなんかしたら聞きにくくなるのかななんてもうちらっと思ったり、私はあんまり重く固く思わないで、地域がみんなこう一つの輪になって交わって、どっかで会った時に あそこで会ったな、いやとかって言えるようなね、地域になっていけばいいなと思ってます。ヤングケアラーの実態調査を踏まえて、県はこの春から24時間対応の電話相談窓口や無料通信アプリ
LINE の専用アカウントを設けました。子ども食堂は本当にこう気兼ねなく行けて、不満とか愚痴をポソッと言った時にそれを受け止めてくれる、そんな存在であるといいなと思います。そしてくださってるんじゃないかなと思いますけれども、そういう意味では子ども食堂っていうのはヤングケアラーにとって本当に社会資源だと思います。子ども食堂の開設や運営のサポートなどを行っている大分子ども食堂ネットワーク、その立ち上げを担った藤田さんは子ども食堂の存在が課題解決の鍵になると考えています。ヤングケアラーの問題もそうなんですけども、やっぱり今地域がですね、その気づきの場が減少しているんですね。それぞれの世帯がもう地域のことを知らないという世代がすごく増えてきてまして、新しい居場所づくりということでですね、つながりづくりの場ということで子ども食堂、そこで作っていこうということが必要になると思います。 VTR の中で紹介したように県はヤングケアラーに関する相談を電話や LINE で受け付けています。電話は24時間対応です。 LINE は今画面に出ているご覧の QR コード、こちらを読み取っていただくと友達登録をしてください。こちらで専門の相談員が必要に応じて市町村などの関係機関と一緒に対応していくということです。